はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットを始めていきたいと思います。お、メダル。いいですね、メダルを提供は。高級バナナ。おっと。iOS か。ライド、連勝王。世界のスプリンターガチャ、いろいろありますね。すごいな、短距離ガチャ70個あるんや、いつの間にか。おっと、レインボー来た。さあ何が来る？エイブルフレンド、初めて見る馬だな。じゃあ中長距離ガチャというのもあります。もっとこれ必ず SSR がもらえるとか、そんなんかな。ミッディ、ガチャ提供割合見てみましょう。あ、SSR が 100% なんだ。エイブルフレンドですね。エイブルフレンド、つまり。メダル5000枚もらえるのか。これで30万枚いきました。センス1。さあ、いよいよ本題です。精算していきましょう。いいですね、マルペンサー。これでもいいのかなって気がしますが、もしやるんだったらこれかな。堅実型か、80いくんだ。プライドは平均型。
アバーシ行ってみますか。安本孫孫孫厩舎、リリー厩舎、カフェラーテ厩舎知ってるんで、安本孫孫孫厩舎のアバーシをつけてみました。ん、青にまではなったが、ホワイトホース、ホワイトホースじゃないな。お、滝来た。さあ、集団の先頭を歩いている。結構期待はできそう。牝馬ですね、今回は。将来のスターホースを直感させるね。直感じゃねえ。これで良さそうですね。なんだろう、この音符のマーク。まあ、デビューしめましょう。結構この馬あれですよね。じゃあもう言うこと聞いて 2400m 芝なのかっていうのは見ないといけないんで、ダートにも当然出します。お、 1.0 倍。客室は先行ですね。前行った方が基本的にはやっぱり有利なんで、カップ戦なんかは。前で競争させたいと思います。1枠1番ですね。スタートはまずまず。3番手グループかな。サファリハイセブン。さあ、3番手抜けましたね。今日がデビュー戦、片野アーバンシーと岡部騎手、初勝利なるかどうか。その外からは8番スエズチャンス、それからもう1頭5番光ロック、そしてその外に雪景色、差が開いてサファリハイセブン。まもなく第3コーナーに差し掛かります。4番シーザーセレナード、そして内からはガリバーギャップ、外から1頭清水帝王、スマイルキャビンがそのうちにいます。そしてしんがりから自然ドリームであります。前でありますが、前先頭行くのは12番寺田橋、1馬身リード。これを追って11番アイルトピックであります。いたいた、片のアーバンシー岡部駅を絶好位をマーク。その、まあ、まずまずですね。さあ、これで先頭に立とうとしている。あとはどれぐらい差をつけられるか。あ、でもぶち切りですね、もう。これは楽しみだな。
あかりは平凡かもね。じゃあ、芝の1400メートル。やはり、まあそうでしょうね。この中でどれぐらい頑張れるか。オアシスパサもありますが。これで勝ったらなかなかの馬だと思います。先頭に立った積極的です。と下がっちゃった。キャベツフェアリー、その後ろ3番メスカメロンが内々を通っています。外を通りまして七色コスモス、12番シーザーファイブ、ほとんど馬体が合っています。内を通りまして雪の山、早くも大ケヤキの向こう12頭が差し掛かろうとしております。そのうちオアシスパサー一番後ろに2番スーランゾーン、府中のスタンドが、さあどこまで頑張れるか。さあいよいよ仕掛けていった。これ勝ったら本当にすごい馬だが、あでも先頭に立った。さあ後ろからは来るのか、来ない。引き離す一方だ。強い。うわーこれは強い。 2.2 倍意外と低評価を覆す圧勝でした。大差ですね。すごいな。ダートの1008出させましょう。まあ、これ勝つでしょうね。距離適正がこっちの方が合うんで。1.8 倍。V 確実視まで言われてますね。スタートです。さあ12頭の下点が完了しました。京都1800メートルダートスタートを切りました。12頭まずまずのスタートかと思います。果たして何が行くのでありましょうか。花を切ったのは11番ルイスドリーム、9番キャベツフェアリーが上がってまいりました。そして内からはガロンフェデリコ、それから12番三日月ターン、そして5番手に7番カタノアーバンシーで、5番手か、元相手を内ですからね。第1コーナー右にカーブを取って、第2コーナー内を通ってスルスルとカーブにトリップが上がっていきました。そしてその外に8番ラブマシンガン、内を通りましてメスキャベロン、外から1頭10番雪のウザン、5番黒い馬体ビッグエール、そしてしんがりからアガークルーであります。さあ先頭の方はまだ固まっています。先頭を行くガロンフェデリコ、1馬身リード、まもなく第3コーナー、その外キャベツフェアリー、これが1番人気の7番3番手グループ、三日月ターンが並んでいます。11番ルイスドリーム、北国トリップ、外を通って4番カリオンシャトル、ラブマシンガンがかわしていきます。さあちょっとインに詰まってるが抜けられるのか。オープン戦だぞ。さあ一気にネスキャメロンがいい足で伸びてく。ここから二の足はどうだ。かしそう、かわされました。この行為になるとやっぱり一瞬の切れ味を持った馬が強いのかもよね。レースではダートはダメですね。
芝線、短距離線を出しましょう。距離特性を見たい。2.0 倍。サンスクリット。一番人気がありますが、これもそんなに人気がない。さあ、仲間の電撃戦。あんまりいいスタートはなかった。あまりいいことはありません。沿線とテイルが先頭に立ちました。動いた。サンスクリット、いい足で上がっていく。さあ、この出遅れはかなり痛いぞ。直線も短いし。その後ろ5馬身くらいあって、10番アタッカーイシャル、8番ヤンプアクロス、そのうちに1番マウンテンキショーカー3番手か。ブライトドクトリンが上がってまいりました。月光嵐がその後ろ。さあ、いよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。さあ、この位置からの伸びてこれるか。おーっと、すごい切れ味だ。一気に抜けました。勝負根性はエース。瞬発がどうなのかですよね。こいつが世界競馬の主役になるかもしれないね。ということで調教パートナー設定しましょう。ベラをですね、ベストな状態か。ベストな状態をキープしているってやってます。もっともどちらかといえば、まあ、そんなに万世馬なんで、そこはどうなのかな。これから成長でしょう。まあ無理しちゃいけないのかもしれないけど、これで2番人気か。東海帝王が一番人気ですね。93年かな？ 92 年か。メジオパーマが勝った年ですね。
ダライシャワーか。さあ、もう有馬記念出してみましょう。さあ、G1 有馬記念1年を締めくくるグランプリレース有馬記念、果たして今年最後の栄光はどの馬に輝きますか。さあ、あなたの、そして私の夢が走っています。中段からあなたの夢は東海帝王か、それとも片野アーバンシーか。果たして先頭に行くのは7番メジロパーマーが上がってまいりました。ナイタクヘリオスがその後ろ、大隅ロッキー、それから展開になるぞ。その外に12番レガシーワールド、東海帝王いい位置ですね。そしてその後ろから4番東海帝王、それからカタノアーバンシー、ライスシャワーがこれを追う展開になりました。2番ナイスネイチャー、5番シマサル、そしてその後ろからムービースター、しんがりから10番レッツゴーパーキン。果たしてどの馬が夢をつかむのか。これが先頭、11番大宅ヘリオスであります。まもなく第1コーナー、そのうちに大隅ロッチ、メジロパーマー下がって3番手、差が開いて大隅ロッチもなんか積極的に行ってますね。レガシーワールド、第1コーナー右にカーブを取って、第2コーナー1番人気の東海帝王、さあ気合はどうなんだ。今何番手ですか。その外8番ライスシャワー、12頭これから向こう正面であります。その後ろ5馬身くらいあって、2番ナイスネイチャー、キシマサル、9番ムービースター、スタート鍛えた方がいいかもね。レッツゴーターキンという展開です。さあ、先頭の方はどうなっているか。先頭行くのはナイタクヘリオス、4分の1馬身リード、そして内からは大隅ロッチ、そしてメジロパーマー、この3頭が先行集団を形成しております。その後ろ3馬身くらいあって、ホワイトストーン、それからもう1頭12番レガシーワールド。さあ、中山競馬場は大歓声であります。背が短いからな、ここはどうだろう。中割ってきて、東海帝王が先に抜け出して、さらにシマサルがいいスピードだ。片アバシは貸せない。石間サルが襲いかかる。先頭アバロと東海帝王、一着5番石間サル。石間サルか。東海帝王が2着。あれ。何も出ないんでわからないですね。2500自体は向いてると思うんですが、作物ができてるね。農園に行きますか。はい、何です。放牧させましょう。これで調子を整えて無理せず出させたいと思います。はい、というわけで、そうですね、 1.0 倍でデビュー、ちょっと成長が遅いのか、オープンに上がった後、いきなり有馬記念調整させましたが、やっぱりまだ早かったみたいで3着でした。次、考えながら次のレース出していきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。